別館南西側別館南東側京都文化博物館は京都市中京区にある博物館で京都の歴史と文化の紹介を目的とし平安県と1200年記念事業として創立された建物は京都府が建設し運営は公益財団法人京都文化財団が行っている1988年10月1日開館正式名称は 京都府京都文化博物館。前身は平安博物館と少子財団法人古代学協会の施設として1968年に作られた私立博物館であった。平安博物館の建物は旧日本銀行京都支店であったが、京都文化博物館を創設するにあたり、財団法人古代学協会から京都府に寄贈された。 旧日本銀行京都支店の建物は現在は京都文化博物館の別館として使用されている。別館の北側に鉄筋コンクリート作り地上7階地下1階の建物が新たに建てられ、これが京都文化博物館の本館として使用されている。京都文化博物館が創設されるとともに京都府立総合資料館が所蔵する博物館資料の管理が 公益財団法人京都文化財団に委託された。これらの資料は、京都不像、京都文化博物館管理として表示されることがある。京都市内にある国公立の博物館、美術館4館で構成する、京都ミュージアム図法の一つである。国民文化祭、京都2011の開催を控えた2011年7月、全面リニューアルされた。別館と本館の間にあるカフェ、 本館別館南側別館うつべ建物は、レンガ作りで設計は、辰野金吾とその弟子長野宇平寺による、いわゆる辰野式建築である。1906年に竣工し、1965年まで日本銀行京都支店として使用された。1969年、国の重要文化財に指定。 建築面積884.4平方メートル181.0平方メートル。ありがとうございます。